皆さんこんにちは。いかがお過ごしですか？今からストレッチを行います。一緒に体をほぐしましょう。基本姿勢の説明をします。椅子の前半分に座ります。足を腰幅に開き、足裏全体を床につけます。つま先の向き、膝の向きを同じ方向に向けます。基本姿勢を正しく取る練習をしましょう。後ろに傾いた骨盤を柔軟にし、正しい姿勢になることで胸が開き、深い呼吸ができるようになります。では始めていきましょう。息を吐いて骨盤を寝かせます。倒れている骨盤を両手で挟み込むようにします。頭はまっすぐ天井に向かって引っ張られるような感覚で骨盤を起こしていきます。では繰り返しましょう。息を吐いて吸って起こしていきます。反りすぎないように注意しましょう。はい、吐いて吸って起こしていきます。あと2回繰り返します。吐きながら骨盤を寝かせて吸って起こしていきます。はい、ラストもう1回。息を吐いて吸って起こしましょう。基本姿勢に戻ります。全身のストレッチを始めます。まず首から行いましょう。右手でゆっくり頭のてっぺんを持ちます。息を大きく吸ったら吐きながらゆっくりと倒していきましょう。気持ちがいいなと思うところで止めてください。ゆっくりと中央に戻して、反対の手で頭を持って、息を吸ってから息を吐いて、呼吸が止まらないように気をつけながら行います。はい、戻しましょう。今度は首の後ろ側です。後頭部を手で軽く押さえます。肘を閉じたら息を吸います。吐きながらゆっくりと頭を前に倒します。首の後ろ側伸びてることを意識しましょう。顔を起こして、今度は首の前側です。親指を顎に当てたらゆっくりと顎を上に上げていきます。首の前側が伸びていることを意識しましょう。はい、戻します。顔姿勢に戻ります。肩のストレッチです。肩を上げて肩甲骨を寄せて下ろします。ゆっくり大きく回します。呼吸を止めず繰り返していきましょう。上げて後ろ下ろします。はい、次のストレッチです。手をバッテンにして斜め下に引きながら、肩が気持ちよく伸びてくることを感じましょう。反対側も行います。脇腹のストレッチです。足を大きく開きます。手を上に上げて息を大きく吸いましょう。吐きながら膝に肘を当てて体を倒していきます。脇腹が気持ちよく伸びていることを意識しましょう。ゆっくり戻して、
して反対側の手を上に上げます。息を大きく吸って吐きながら体を倒していきましょう。痛い場合には少し戻してください。はい、ゆっくりと正面です。胸のストレッチです。お尻の少し後ろの座面を横から両手でつかみます。胸を開いて肩甲骨を寄せます。大きく呼吸をして胸前の筋肉が伸びていることをしっかりと意識しましょう。次は背中のストレッチです。手を前に組んで大きなボールを抱えているように後ろ、みぞおちを中に押し込むようにして呼吸を止めず繰り返していきましょう。ゆっくりと戻していきます。次のストレッチです。内もものストレッチになります。膝の内側に手を置いて右の肩を中に入れましょう。ウエスト周り、内もも伸びていることを意識しましょう。一回中央に戻します。息を吸ったら吐きながら反対の肩を入れていきましょう。伸びているところをしっかりと意識していきます。ゆっくりと戻しましょう。お尻のストレッチです。右足を踏みましょう。膝を抱え胸方向に引っ張っていきましょう。お尻が伸びていることを意識していきます。反対側も同じように行います。膝を抱え胸方向、呼吸を止めず肩の力を抜きましょう。尻が伸びていることをしっかりと感じてください。もも裏のストレッチです。足を伸ばしつま先を天井に向けましょう。反対側の手でつま先にタッチします。ももの後ろ側が伸びていることを意識しましょう。では反対側も行います。体幹の手でつま先を触る。呼吸を止めずゆっくりと気持ちいいと感じるところまで伸ばしましょう。ふくらはぎのストレッチです。足を腰幅に開きます。右足を後ろに引いて体を前に倒していきましょう。ふくらはぎが伸びていることを意識します。では反対足も同じように行っていきましょう。肩の力を抜いて頭のてっぺんからかかとまで斜め一直線のラインを取りましょう。もし後ろ側のかかとが上がってしまうような方は歩幅を狭めて行ってみましょう。体はほぐれましたか？毎日少しずつ行ってくださいね。